至宝2023年の WBC 3、イチロータイムリー鳥谷盗塁矢印これに次ぐ名シーンがない。悲しい。今のところ SSR 並べて性能でゴリ押しやもんな。鳥谷の盗塁自体はすごかったけど結局ベスト4止まりやん。まあないやろな。今後も勝っても負けても大味な試合ばっかやと思うわ。岡本の謎盗塁からのスリーラン。さすがにそろそろ競った試合になるってくださひ。スモールベースボールとかやってたの黒歴史やろ。強すぎておもんないってすごいことだよ。2006は生き返れ福留か。鳥谷のあれってアウトに見えてまうけど実際のとこはちゃんとセーフなんやっけ？あれはアウトやね。ビデオ判定がなくてよかった。ここからやろ。杉内ポロリ。今までで一番印象的なシーンって本戦始まってすらない阪神戦での大谷の片膝ホームラン矢印詰まりながらのホームラン2本目ちゃうか？ただの練習試合が一番のハイライト。敵チームより国内球団の方が強いからしゃあない。中日のことか。相手が弱すぎてね。競った展開になってないしな。これで準決勝負けたら名場面0でフィニッシュになる。岡本が走っているからのスリーランあったやろ。岡本の盗塁は笑った。